どうぞ。おはようございます。おはようございます。今日もまたこのメンバーで、お送りします。3日目ですか？3日目です。3日目です。いや早いですね、渡辺さん。早いですね。道路がなんかもう楽今日道路良かったね、すごいね。コンビニで味噌汁飲んで8時に行きましょう。早すぎないんだって。中山だけ7時今日サバです。普段からサバっすね。でもあの107と117っていう感じ。107と117と、あとノマドの105使ってますね。え、コードが出してんの？コードはパイオニアの86。あれいけんの？全然いけます、全然いけます。ロッカーだから、全然。ショートターンめっちゃ調子いいんですよ。これだ。サバね、いいよね。昨日もなんかいい感じだったよね。これ、フルロッカー。世界のライダーが意見出して作ったんですけど、日本の代表は俺ですから。俺が意見。最初。アドバイザーの最初。今日いいですか？オープニング取らなくて、アイサーキティキビル。はい、どうも。アイスランク。はいどうも、アイスランティック TV の佐々木芳道です。今日のゲストは石川誠です。はい、でも映れません。白熊の店長のハッツベリー初グッズです。なんとフォーマーですね、今日は。ハッツベリーどうですか、1本目。安全運転で。本当に見つけてくれたのに、しかも誠だから本当に。数ある数多くライダーいるんだ、もともと昔いたんだけど、本当にね、いや石川誠に見つけられたいっぱいのに、もうね今じゃね、もうそんなにいないから、そう思ってるやつが。いや誠さん誠さんと思ってるやつが。そうだね、もういや今日朝も言ってたんだよね、プロライダーも石川本当いっぱいいてさ、ね、うん、今じゃあ本当にプロ活動してるの何人いるの？そんなにいないですからね。だから店、昔だったら店やるか、そのまあプロ活動するかスクールやるかとかじゃないですか。なんかそれでまあ真子さんたちプロってやって店やってってやったけど、まあ、俺らは店やるっていうことはできなかったから。それみんなやっちゃったしね。まあそうですね、こっからまたやるって言ってもなんだよお前ってなるかなっていうのもあるし、だからね、だもう感謝しかないですからね。何もないですよ、もう本当に。いや本当に見つけてくれてありがとうございます。いや本当に本当に。けど、ね、こんなに長くやってると俺は思ってなかったですよ。もう30年近くだもんね。だから俺21でプロになったんで、あの経験出てたんで、そこからもう48ですからね。からもうこんなに長くやると思ってなかったですね。いやもうやりましょう、最後決めて。いやもう私たちはこれ以外ないんで。これ以外になんかこう自分を表現できる方法ないんで。でもまたさ、それで10年後との楽しみだよね。10年後は俺、ま、今の孫さんの年ですから、ね、そうそう。で俺さ、先輩がいないからフリースタイル10年後の、はい、ちょっと頑張ってみよう。そうなると孫さん68、俺58の時にまた10年後YouTube チャンネルでまたセッションですよ。初めにはもう撃つ。
追えるんですか。追います。だいぶ遠くなるかもしれない。ちょっと離れるかもしれない。追えんのかな。行きますよ。近く、近すぎるからそれ言うと。いやいやいや、とりあえず行こう。うん、ちょっと距離空けていくから。いや結構ガタガタだね。やめたね。慎重派になったね。保守穏健派になっちゃうね。やっぱあれなんじゃない、あの大病もあったから。あったから大病もあったからね。ちょっと奥行ってみよう。了解です。バチバチにこれ今録音されてるっていう。じゃあ行くよ。お願いします。あのポコって、うん、あ確かジャンプするとこですよね。ちょっとジャンプする。あ、まっすぐ行くか。まっすぐ行こう。はい、お願いします。
ふっ、おー、ボコボコだね。へい、イエイ、ボコボコだね。へい、イエイ。昨日の朝来いから。いや、面白いけどね、うん、テクニカルテクニカルで面白い。前のじゃなくて、どうしましょう、どこ行きますかね。今滑った中で一番良かったのですか。今日さっきのあっちじゃない、アマゾン、うん、アマゾン、アマゾンじゃない、うん、そうしましょう、うん、こっち向いてる面の方が良さそうなんですよ。あ、まあ、そうかもね。あの止まってる人の下とかまだ、あ、こっちまだね、うん、アマゾン、でも帰り際にそっち行けばいい。昨日引いてったんですか。なんか表面がパリパリに、ほい、やばいやばいやばい、ほほほ、なんだった、いきなり硬い。かな、よっちゃんラインだよ。うん、いや結構良かった。店長の背中、白熊店長とバンプス札幌店長の仲いいですからね。仲良し2人組ですから、同じ車に乗ってるって、はい、20代からじゃないですか。そうだね、はい、あのモーグル の、ね、そ う、 ですね、うちのチームバンプスが、はい、モーグル第一期の時のそうです、ね、メンバーね、仲良し二人。俺は二期三期。二期ぐらいじゃない？うん。竹とか俺とか、うん。そう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 。二期が黄金世代ですよ。そうか。うちは。一期は、全日本になんとか、何に送り込もうっていうところだったけど、二、はいはい、期は全日本、何、10倍以内に何に送り込もうっていう会社。そうそうそう。すごかったっすからね。いや、楽しかったね。今日も最高でした。最高でしたね。3日間どうでした。いや、もう何もあれだね、思い残すことなく全てを満足できた。よかった、よかった、よかった。これでもう来ねえよとか言ってもね、困りますからね。いや、あの仕事さ、終わらせ、まあ、頑張って終わらせてよかった、本当に。ちょっとこれね、毎年やりたいね、来れたらいいですね。毎年来たい。ちょっと俺もね、あのこの回が初滑りします、うん、来年も。はい、初滑り企画はね、初滑りがみんなが初滑り企画で、はい、だってずるいじゃないですか。、うん、ね、俺も初滑りしてる、それ面白いかも、はい。いやいやいや、じゃああれですね、この動画がよかったらね、はい、チャンネル登録チャンネル登録、はい、あとグッドボタン、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。アイスランティックもよろしくお願いします。アイスランティックよろしく。さよならさよなら。お疲れーす。いや、よかったね。お疲れーす。えーす、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 えーす。お疲れーす。えーす、えーす、えーす。いや、よかったわ。ね。よかった、よかった。もう、タイムスケジュールバッチリでしょ。バッチバチでしょ。やばいね。え？眠すぎて急に。こちらですね。はあ、こんな感じですよ。じゃーん、行きましょう。
どうも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 、どうもどうも、久しぶり、どうも、いや元気、じゃあ、こんにちは、すいません撮っちゃってます勝手に、はいどうぞ、どこ上、上、上、はい2階、はい2階、はいすいません、おしゃれだね、何ですか。どこ行きますか。神田ですか。ここ？ここ？どっち？こっち。こっち。こっち。明るいもんね。でこっちはあのソースが全然違ってて、でもこれもすごく美味しい。じゃあこれでつって。どれやねん。まずは、まあ、シンプルにハンバーグとかにしようかな。俺でもスパゲティ、はい、時間かかるよスパゲティ。かかる。同じ？うん。これと。うん。じゃあ俺ハンバーグスパゲティかな。俺ビーフハンバーグ。うん。洋風で。洋風。はい。ほい松井君とは。ポークチャップ。ポークチャップ。ご飯覚えちゃっていいの？普通でいい。普通でいい。言ってる？今シーズンまだ行ったみたいな。ないんだ。これなんだよ、じゃあ。年末年始休みあるから、そこで2回ぐらい行こうかなって。逆に忙しくなっちゃうよね、飲食やって。前は結構行けたのにね。そうなんですよ。前だったら、だって、年間やっぱり40日、50日ぐらい山行ってたけど。いや、今のトークいいね。今のトークいいね。いや、ほんと。今だったら本当に去年だって3回とか、そっか、うん、今年の場合は6回ぐらい行きたいなと思ってるけど、はいはいはい、お待たせいたしました、ありがとうございます、うわすんげえうまそうです、ですよ成田の野郎、これを毎回食ってるんですね、食べますよ毎回、はい、ポークチャップうまいよ、失礼します、あ、すいません、ありがとうございます、じゃあいただきましょうか、はい、どうぞ、離れだ、離れうわ、いい匂い、めっちゃおしゃれやん、おしゃれですね、離れは洋服屋さんになってます、パーマネントユニオンも扱っております、断熱グルーッと周りに入れてるんでね、はい